昨日から小国町の山に山菜取りに出かけ、行方がわからなくなっていた80代の女性2人は、無事救助されました。無事に発見・救助されたのは、上野山市戦国の無職、武田塩さんと工藤美佐子さんです。警察によりますと、2人は昨日午前10時ごろ、武田さんの夫を含む3人で山菜取りのため、 小国町大石沢の林道に車を止め山に入りましたしかし待ち合わせの午後四時になっても二人が車に戻らなかったため武田さんの夫が見回りをしていた森林管理署の職員を通して警察に通報していました警察や消防が今朝から捜索していたところ午後一時半過ぎに車の止めてあった場所から北西方向に およそ650メートル地点の沢で2人を発見、救助しました。警察によりますと、2人に大きな怪我はなく、自力で歩ける状態だということです。